ググダンは韓国のジェリーフィッシュエンターテインメントに所属する8人組のガールグループ。2016年6月28日にシングルアクト一ザリトルマーメイドのタイトルトラックワンダーランドでデビューを果たした。グループ名のググダンは9つの魅力を持った9人の少女たちが集まった劇団という意味で99、すなわち掛け算99の韓国語である99段に 由来する。公式ファイクラブ名は、仲良し、親友などの意味を持つ、ディアーフレンド。2020年12月31日をもって、グループ活動終了した。韓国の芸能事務所、ジェリーフィッシュエンターテインメントは2016年6月7日、同事務所初となる、ガールズグループの結成を発表した。また同日には、同グループのメンバーとして、IOI のセジョンと、ミナ、 10日には、韓国の放送局、ネットで放送された IO、IOI のメンバー選考のための、サバイバルオーディション番組、プロデュース101に、セジョン・ミナと共に出演していたナヨンの参加が、発表された。セジョンと、ミナは2016年5月にデビューした、ワイムス・エンターテインメント所属の期間限定の11人、組ガールズグループ IOI のメンバーにも名を連ねて、 いたが、グループの活動休止期間中及び、サブユニットとしての活動期間中は、メンバーは、それぞれの所属元の事務所で活動しても良いという、契約が交わされていたことで、メンバーに選ばれることとなった。13日には、グループのメンバー数、17日には、グループ名の、ググダン22日には、グループのコンセプトが、人魚であることなどが、それぞれ公開されていき、 24日にはグループのファーストアルバムのハイライトメドレーが公開された。そして28日にはファーストミニアルバムアクトイチザリトルマーメイドでデビューを果たした。ググダンは同年12月にはソイングクやビクスラ・ジェリーフィッシュエンターテイメントの所属アーティスト他国民らと共に同事務所による毎年クリスマス恒例のプロジェクト・ジェリークリスマスに参加しタイトル曲の コーリングのレコーディングを行い、同曲は2016年12月13日にオンラインで配信された。また、同月17日には、ググダンは V アプリの公式チャンネルを通して、公式ファンクラブの名前がディアーフレンドに決まったことを発表した。2017年2月上旬、ジェリーフィッシュエンターテイメントは、ググダンのデビュー5発のカムバックの決定を発表した。 同月28日、ググダンは、タイトル曲、エーガールライクメなど6曲が収録された、セカンドミニアルバム、アクト、にナルキッソスをリリースした。8月10日には、グループの最年少メンバーであるミナと、ヘヨンの2名による、サブユニット、ググダン5959が、シングル、アイスチュでデビューを果たした。11月8日、ググダンは、グループ初のシングルアルバム、 アクト、サンチャーココファクトリーをリリースした。しかし、同19日には、メンバーの一人であるソイが、デビュー前から悩まされていた方の怪我の回復のため、活動を休止することが発表された。1月9日、ジェリーフィッシュエンターテイメントはググダンが1月31日に、再び、カムバックを果たし、離脱していたソイも復帰し、アルバムのプロモーションに、参加することが発表された。 カムバック日は1日遅れにずれ込んだものの2月1日にセカンドシングルアルバムアクト 4K とシスおよびタイトル曲ザ・ブーツのメガボルトがリリースされた5月17日グループの最年少メンバーであったヘヨンが健康上の問題により活動を一時的に中断することが発表された7月10日ナヨン、セジョン、ミナの3名によるサブユニット ググダンセミナーがシングルセミナーでデビューを果たした9月21日赤坂ブリッツにてファーストファンミーティングググダンファーストショーケースファンミーティングディアフレンドを開催10月25日ヘヨンが脱退11月8日5回目のカムバックサードミニアルバムアクト5ニューアクションをリリース12月2日メンバーのセジョンがリンゴと組み ソロで2回目のデジタルアルバムをリリース。3月20日、メンバーのセジョンが自身3回目となるソロをおタイトル曲としたファーストミニアルバムをリリース。しかし12月30日、翌31日をもってグループ活動を終了することを発表した。ググダン、YouTube チャンネル、ありがとうございます。